TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 はい、クリス・ペプラーです。今日は10月21日、5時を過ぎました。ちなみに明日で私61歳になっちゃいます。やばいよね、人生日々が残り少なくなっていうことを痛感しますよね。一日一日大事に生きないとね。そうなんですよね。本当は今日はキノコ鍋を食べに行くはずだったんだよな。いけないですよね。まあでもやっぱり本当健康に感謝というか、ちょっと僕うちのおふくろがすごい体調悪くて、またちょっとアメリカ行ってたんだけど、ちょうど僕が行ってる間に入院しちゃって。そうなんですよ、結構で足、そうだね、こんなことをポッドキャストで言うべきことなのかどうか分かりませんけども、ちょっと腰の骨2回折っちゃって、もうちょっと今車椅子なんですよね。だからどんどんもう年なんで、だから会うたびにちょっとこう衰えがちょっと激しくなってきて、でも泊まってたホテルでパッとドアが開いたらジャネット・ジャクソンが取り巻きでガーッと入ってきましたけどね。そうなんですよ。でちょうどジャネット入ってきて、あ、人が入ってるって言うんで、何人かスタイリストだったりとか、まあ、マネージャー系何人かいるんだよ、取り巻きが。 でかいボディーガードが当然いるわけであって、でジャネット入ってきて、ちょっと顔隠しながら携帯でずっと喋ってるんだけど、で僕ジャネットと前に飯食ったことある。そうなんですよ。でジャネットは何回もインタビューしていて、だから食事もしているんで声をかけようかなと思ったんだけど、そこで声をかけたとこで多分罰の悪いことになりそうな感じがしたんでね、まあ黙ってましたけれども、まあそんなスタートのすれ違いがあったということだけご報告させていただきます。はい、それでは私の61歳誕生日前に発表したトップ5はこんな感じです。5位は Silk City Dua Lipa featuring Diplo and Mark Ronson Electricity。 2週連続トップ目前で返り咲きを狙いましたが3ポイントダウン。3週連続の天下統一ならず、歴史フィーチャリングビッグモン左衛門五右衛門、連覇は2でストップ。3位は Nile Rodgers and Sheik featuring Craig David and Stefflon Don Sober。 ナイル G オンエア好調、先週5位からトップ3入り。2位は Mr.Children Your Song、 ニューアルバムが売れています。先週3位から1ポイントじりっとアップ。というわけで最新の TOKYO HOT 100 1位が変わりました。100曲チャートのいただきはいただきます。オンエアサブスクリクエストがっぽり稼いでナンバーワン、椎名林檎と宮本浩次、獣行く細道、1位到達。やっぱり還暦すぎな感じが受けるトップ5でしたね。さあ次回10月28日ね、もう東京中ハロウィン状態なはずです。そんな日にお届けする100曲カウントダウン、ゲストにマカロニ鉛筆とナルバリッチ登場します。マカロニ鉛筆自体なんかハロウィンの仮装みたいな名前ですけど、ナルバリッチもなんかすごいなんか成り上がりのものすごい金持ちのきついおばさんみたいな名前ですよね。ナルバリッチ、ナルバリッチは新曲の抜け駆け先駆けオンエアもあります。お聞き逃しのないように。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100